でこんな。あ、オッケーオッケー。オッケーです。こんばんは。こんばんみ。よいしょ。こんばんは。そあ、うん、なんで触るの。まあ、このぐらいかな。じゃあちょっと待って、大くん、ちょっと待ってね、大くん、くろみちゃんありがとうございます。ミニさん、ミニさん、くろみちゃんありがとうございます。あおいさん、シナモンありがとうございます。あおいさん、プリンちゃんありがとうございます。よし、くろみちゃんありがとうございます。こてっちゃん、ハートありがとうございます。に、ミニさん、ミニさん、くろみちゃん、あ、ミニさん、くろみちゃんとレインボースターありがとうございます。あおいさん、くろみちゃんありがとうございます。たか0925さん、くろみちゃんありがとうございます。あおいさん、くろみちゃんありがとうございます。そう、ね、猫大好きフリスキーさん、くろみちゃんありがとうございます。そうしね、もう HKT の中では一番ね、もうくろみちゃんが大好きと思います。はい、その自信あります。はい、そう、今ねこれも持ってるんですけど、あ、はるた見守り中さん、あ、初見ありがとうございます。くろみちゃんありがとうございます。中山にゃんたさんありがとうございます。そう、くろみちゃん、これね、あの合宿あとに、ちょっと待って、あのあれはまた後でまとめて読みます。ね、このくろみちゃんのねあるんですけど、これは私の合宿審査の後にお疲れ様みたいな感じで、まあお母さんにもらったんですけど、そうなんです。くろみちゃんのこれ可愛くないですか。これね、どこだったっけ。こうしたらリュック、あ、落ちちゃった。リュックになるんですよ。そう、でもなんかさすがにこれを言うリュックでやってたらいいかなと思ってるんですけど、ここね、ほら、ここの中に入るんですよ。そう、これも部屋に飾ってて、あとこれはだいぶ前に、そう、いつだったっけね、なんか大分のハーモニーランドに行った時に、そう、これはね、リュック、これもカバンなんですけど、ハーモニーランドに行った時に、これなんかめっちゃ前なんですけど、そう、ハンナっていうくるみちゃんのね、これを、はい、やりました。なのでくろみちゃんが一番好きです。そう、ぬいぐるみなんですよ。あ、そうだ、よかよかのね、あの言わなきゃ、ちょっとあのね、なんだったっけ、どこまで読んだっけ。 RK さん、 RK さん、くるみちゃんとプリンちゃんと、あとなんだっけ、あ、シナモンありがとうございます。慎太郎さん、シナモンありがとうございます。プリンちゃんもありがとうございます。あとくるみちゃんありがとうございます。ヨッシー、プリンちゃんありがとうございます。ヨッシー、待って、ヨッシー、シナモンありがとうございます。はしもちゃん、くるみちゃんありがとうございます。ひわわ、ひわわさん、くるみちゃんありがとうございます。これね、ありがとうございます。そう、 MVP ね、なれると思ってなかったので、そうなんですよ。そう、なんかあの後ろにいらっしゃった方で、なんか誰だったっけ、猫のぺ、猫のぺさん、あ、違う違う、猫のぺが来てくれて、あのね、指輪の、なんだったっけな、あれ、これ、違う、なんだったっけ、カニ、そう、カニのリングをあのつけてくださってて、そうなんです、ガチャガチャリングつけてくださって、そうなんです。それで、あ、やばいって言って、やばい、このままだったら MVP 取れないと思って、はいって言って、で、先輩のモノマネをしました。そう、先輩のモノマネ結構ね、良かったか、 MVP 取れました。はい、なんかこれでかいね。だからね、11月も
然レイヤちゃんとねするので、そう絶対に MVP 取りますね、それも。はい、カピバラさん、クラミちゃんありがとうございます。そう練習してたんですよ、本当は。歌いながらやろうと思ってたんですけど、緊張しててやばい間違ったらどうしようとか思ってたからそんなんできなかったんです。メルコさん、クラミちゃんありがとうございます。そうなんかミナちゃんが最初 MVP 取ってて、そうなんですよ、 MVP 取ってたから、いいなと思って MVP 取るのも知らなくて、あとねあれも知らなかったんですよ、11月に出れるのも。だから本当にいいなと思っていいなと思って、そうなんですよ、だから頑張りましたね、練習しました。橋本ちゃん、くるみちゃんありがとうございます。あけみさん、くるみちゃんに、あ違う違う、シナモンありがとうございます。あ違う、シナモンじゃない、プリンちゃんありがとうございます。そう、くるみちゃんの主婦です、もうね大好きです、くるみちゃんの趣旨は。よし、くるみちゃんありがとうございます。あかつきさん、くるみちゃんありがとうございます。うさださん、くるみちゃんありがとうございます。あけみさんも、くるみちゃんありがとうございます。あれはそれもあるんですけど、あ、待ってね、熊本、あそう、熊本で YouTube に上がってたんですけど、熊本で初公開した時になんか雲上さんもするとか言ってたので、それを真似しました。まあ似てたかは分かんないんですけど、それの半魚も、半魚丼持ってる、え本当ですか。うん、そうこれね結構種類あって、シナモンもあったんですけど、やっぱりくるみちゃん、ゆいなちゃんもくるみちゃん、ゆいなちゃんもくるみちゃん、そうなんだ、一緒、どうだろう。でもゆいなちゃんと結構ね服が被るんですよ、なんか靴、ゆいなちゃんが靴とか履いてたらそれ私が持ってるやつとかで、そうみなちゃんと結構ね靴とかに服とかめっちゃ被るんですよ。一緒の。ゾノさん、くるみちゃんありがとうございます。あ似てたよって、よかったよかった、そうよかったよかった、 MVP おめでとう、ありがとうございます。モノマネして先輩から何か言われた？愛理さん、市村愛理さんから、市村愛理さんから、なんて面白かったよっていう LINE が来ました。で、サンリオ、くるみちゃんも好きなんですけどね、くるみちゃんのね、ほら、こんなガチャガチャがあって、これも指輪なんですけど、ほら、こんなん、ほら、これのくるみちゃんが欲しかったんですけど、なかったんですよね。しんちゃんブブーの時泣き目やってね、バレました、もしかして。そうなんかブブーっていうのが見てたらなんかあーみたいな感じだったけど、直接ブブー言われたらほんと泣き目になって、うららちゃんにめっちゃ助け求めてて、ほんとに待ってね、 B10BBBJDESUさん、名前わかんない英語が、ごめんなさい。シナモンとクラミちゃんとプリンちゃんありがとうございます、ありがとうございます。夜中にリングつけていって気づいてくれたの嬉しかった、私も嬉しかったです、本当に。そうみんなねガチャガチャリングをつけてきてくれてて本当に。大くん、くるみちゃんありがとうございます。はしもっちゃんもくるみちゃんありがとうございます。そう、今日はカラオケもしようと思ってるので、ちょっと頑張ります、喉。
頑張ります。あとね、なんかクロミちゃんあったっ。あ、そう、ここにもクロミちゃんがいて、あ、すいません。ここにもクロミちゃんがいて、ちょっと待って、もう一回撮ろう。これはクレーンゲームで撮ったんですけど、そう落ちちゃった。そう、これね、マイメロがそうついてて可愛いです。落ちませんように。取れた。クレーンゲームは得意じゃないです。でも、あれこれ何回？これ300円ぐらいかな。あ、なんかあんま覚えてないんですけど。覚えてないけど、はい、まあまあ、葵ちゃんとピクサー展楽しかった。めっちゃ楽しかったです。ガチャガチャもね、葵さんと一緒にしました。なんかピクサーのこういうねやつなんですけど、中開けたらあのテープみたいながあって、かわいいです。400円ぐらいかな。です。葵ちゃん誘うの緊張した？葵さんは、なんか前から、めっちゃね、面白そうだなと思ってて、本当に一緒に行きたかったので、誘うのはあんま緊張しなかったんですけど、誘ったは誘ったってわかるんですけど、次にあの一緒に行くのが思ったより緊張してはい、緊張しました。ハンちゃん、下のチルドレンに入るの？ちょっとそれ迷ってるんですよ。考えますってね、めっちゃ LINE してるんですけど、今日はね、下野さんと一緒にお届けします。見えないかな、これサインもらいました、下野さん。そう、島田さんにサインもらいました。ここにいます。今日はね、今日の配信は島田さんと一緒にお届けします。そう、島田さんが卒業発表するって、本当にその前に、その島田さんが公演始まる前にずっと LINE してて、その時は普通になんか全然卒業しちゃわなそうな感じだったんですけど、本当にびっくりしました。待ってくださいね。はい、びっくりしました。はい、びっくりしました。もうそろそろけど変えない。待ってね、やった。テロップを、こっちにしとこう。あ、そう、リンカちゃんね、本当に隣で本当になんかびっくりした。そう、なんか私もビビアンさんと隣で、やっぱりね、近くでやられると緊張するんですよね。そう、でもね、一番緊張するの卒業発表する方と思うんですけど、なんか緊張しますね。ね、ね。そう、8時からニコ生見ます。見ます。そう、そのために宿題を早く終わらせました。こてっちゃん、ケロケロケロッピー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？カメラ？ありがとうございます。ありがとうございます。今日金曜日だから結構宿題が多いんですけど、頑張りました。はい
RK さんもケロッピーありがとうございますってね、キラキラケロッピー、あ、待ってねキラキラケロッピーありがとうございます。次出るいい指輪あるって、今日は、あ、違う、10月からね、皆さんもね、知ってる方は知ってるんですけど、ミスタードーナツのね、指輪が本当に可愛いんですよ。本当にマジで全種類揃えます。はい、全種類揃えます、絶対に。そう、いっぱいガチャガチャ10月出るんですよ。はるた見守り中さん、くるみちゃんありがとうございます。ポンデリングとか、あと なんか、まあ、中にカスタードとかクリームとか入ってるドーナツがあるんですけど、それもあります。だから全種類揃えます。でこの前ね、うららちゃんが家に泊まらせてくれて、なんかショールームしようと思ったんですけど、その時間8時過ぎちゃってて、私が映れない状況だったのでできなかったんです。そう、ミスドのお芋本当に美味しいんですよ。まだ大学芋が食べれてないです。そう、エンジェルフレンチです。エンジェルフレンチがあります。いっぱい種類あるんですけど覚えられてない覚えてない。これはここにね、これがブブブブ、はい、一番好きなドーナツは一択ポンデリングです。ポンデリングです。ポンデリングが一番好きかな。あ、そうなんですよ、皆さんに報告があります。カレンダーが今日の6時から発売されました。発売されました。なので私はゆいなちゃんと一緒に撮りました。6期生は2人で1組のツーショットになるんですけど、そちらもぜひチェックしてください。チェックしてくれたら嬉しいです。本当に可愛いです。そう、名前順の2人1組です。ポンデリングの中で一番好きな味は普通のなんかテカってる普通のやつ、ノーマル、なんかいちごとか何も乗ってないやつです。が一番好き。ゆいなちゃんもはんちゃんのくろみちゃん見たいってゆいなちゃん写真送ろうかな。そう、なんかてか、なんて言うんだろうね、なんか食べたらボロボロ落ちるっていうのかな、わかんないけどはい、それにします。ドーナツは自分で作ったことないです。でドーナツはそんな食べないかもね。ミスドがあったら食べるぐらいかな。よいしょ、はい。サンリオキャラクターのぬいぐるみ、あ、サンリオキャラクターね、ゆいなちゃんはなんかボンボンプリン持ってた気がする、確か。確かうんと、こっちに変えとこうかな。うん、オッケー。カラオケは、待って、今何時だ、今何時、20分か30分ぐらいになったらやります。今から抹茶アイス食べる。お、いいな。でも私は昨日抹茶アイス食べました。今からオレンジジュース、すいません、
ゆいなちゃん、でっかい、でっかいプリン。そう、でっかいプリン、ゆいなちゃん持ってるの前見ました。まあ、ここにね、これがいるんですけど、すいません。これがいるんですけど、すいません。必要ない。あ、そうだ、これもあったんだ。なんか、なんか匂いするかわかんないんですけど、なんか前はピーチ、ピーチの匂いしてたんですけど、なんかこれ、待ってね、ちょっと言う、これです、これです、これも前買いました。だからハーモニーランドは前行ってた時はこうしてこれも作っ、これも買ってこれをしていきますいつも。そう、え、待ってね、これは名前ないですね。多分これが三、これが男梅かな、多分これが。多分。はい、うん、あとね、なんかくるみちゃんのあったっけ、ほのちゃん、ほのちゃん、くるみありがとうございます。なんてやろ、ありがとうくるみみたいな、分かんないけど、はい、ありがとうございます。ちょ、ハーモニーランドがある、でピューロランド行ったことなくて行ってみたいなって思います。でもくるみちゃんが大好きなので、でもグリーティングとかあった時は絶対くるみちゃん一本で、もしここがシナモンがあるとするし、ここ私とするじゃないですか。そしたらこう行きます。こっちがくるみちゃんだったらもうすぐこっち行きます、絶対に。なんかね、ほのちゃんさんっていうのもあれだからね、ほのちゃんって言った方がいいのか、ほのちゃんさん。シナモンとプリンちゃん、ありがとうございます。シモンさんとシナモンかけてるのか、かけてないです、かけてないです。あの、これはなんか、なんて言うの、シモンさんと一緒に処理もしようかなと思ってこれやってます。はい、写真館まだ15枚しかできてなくて、ほのちゃんでも大丈夫ですよ。じゃあほのちゃんでいきます。そう、さっきの話、写真館がまだできてないんですよ。なんか前まで、なんか、なんていうの、写真館入れようと思って。おはいさん、くろみちゃん、ありがとうございます。ナイクも、くるみちゃん、ありがとうございます。なんかカラオケ配信する前にね、何あるか調べてたんですよ。で、 B さんが入ってて、 B さんとね、初日も入ってたんですよ。初日入ってて、お気に入りに入れたんですよ。あと、レモンのお年頃も入ってました。トピーさんはなぜなくなるのか。初日、うっほ。入ってました。だから、それをお気に入りに入れてて、はい。だから、何分割かにして、やります。浄化装置はないかな。はしもっちゃん、くろみちゃん、ありがとうございます。待ってね。
調べよう。悲しみの浄化装置だね。悲しみの浄化装置出てこい。あ、出てこなかった。悲しみの浄化装置、最悪だ。すいません、悲しみの浄化装置入ってなかった。歌いたかったな。生まれた日の朝思い出して、いつも誰もみんな寝てたんだ。生きるわ。入ってなかったな。あー、じゃあね、こうしようか。昨日はんちゃんの似顔絵描いたよ。やった。チェックしよう。チェックしちゃおう。チェックしちゃおう。待ってね、ちょい待ってね。おいしょ、おいしょ、おいしょ。ウィ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 。よいしょ、待ってね。ウィウィ、オッケーオッケーオッケー。コウさん、コウさん、クロミちゃんとプリンちゃんとシナモン、ありがとうございます。ありがとうございます。ミュウさん、ミュウさん、クロミちゃん、ありがとうございます。ハロウィンのコスプレはまだ迷ってるんです。まだ迷ってるところです。ではね、なんかゆいなちゃんと結構かぶるから、ゆいなちゃんとコスプレしても面白いなーとか思ってたんですけど、迷い中。はい、では皆さんに投票してもらいたいことがあります。今ね、迷ってるんですけど、逆になんのかな、これ。逆ですか、これ。逆？逆に見えるかな？逆見えますか、これ。絶対逆見えるよね、これ。いや、絶対反対だよね。あ、反対じゃなかった？大丈夫。よかった。では、投票してもらいたいんですけど、1番が初日で、2番が B さんで、この2つの中で今日はどっちに、どっち歌ってほしいか投票してもらいたいと思います。お願いします。もう3分前だから、投票あった。お願いします。はい、はい、お願いします。はい、今何時か、あと1分か。はい、30分になったら切ります。こうしたら見え、こうか、こうだ、来た来た。同じ僅差だったらおもろいの。どうかな。お、30分になった。ではね、切りたいと思います。いいですか、切ります。ほい。2番、 B さんが多いね。めっちゃ多い B さん。じゃあ B さんを今回は歌いたいと思います。できたら、もしブレなかったら、モノマネをしたいと思います。できたら。ちょっと待ってね、イヤホンをこうして、出します。ここかな、できたかな、こっちかな、ちょっと待って、出します。
もし時間があったら、ちょっとね、声がブレたらダメなので、だから、一曲にして B さん終わったら、また、コメント読んだりお話ししたいと思います。はい。ではね、B さんを流します。ちょっと待ってね。こうか。あった。で、この曲を使う。ここかけてもいいかな。かけます。ねねさんがこっち来るかも。来てほしい。来てほしいって。お、いけた。しかもごめんなさい、こうします。ちょっとモノマネができないので。よいしょ。はい。ちょっと待ってね。では、歌いたいと思います。いきます。じゃあ。はい。よなにさんとか言えなかったんですけど、ね、皆さん分かりましたか？分かりましたか？これ、分かったかな？分かんないけど。すぐ終わった、思ったより。早っ。お、わかった。よかった。この調子いけるかな？飲み物飲んだら初日いけるかな？待って、もしかしてこれねねさん？え？もしかしてこれねねさん？本当に？なんか話してたらねねさん 来たかも。来てる？もし、わかんない。え？これ本物？ねねさん、妖怪役見てくれましたか？お名前をさせていただきました。
そっか、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。いや、ねねさんはこれ、あ、ほんとだ、ねねさんだ。くらみちゃんが可愛くて見てしまった。ありがとうございます。これすごい、先輩初めて来てくれたか。ありがとうございます、来てくれて。ねねさんがみんなにハンちゃんには黙っててって、なんか、あ、なんか聞いてたか。邪魔しました、ありがとう、ありがとうございます、来てくれて。バイバイ、バイバイ。ちょっと待ってね。いけるかも、初日。頑張れるかな。一番だけか。待ってね、あと何があったっけ。ピースはなぜなくなるのか。あ、レモンの年頃初日、うっほっほか。初日行ってみようかな。行ってみます、初日。行ってみます。ダウンロード中中中。今何分。お、37分。お、ギリいけるくない。ギリギリセーフ。これも初日は多分一番しか歌わないかもしです。エンジンはしないです。エンジン一人じゃない、みんながおるけん。あ、いけた。では一番だけにします。申し訳ないけど。いきます。
2番まで歌っちゃった。おりちゃん、イヤホン熱くなる。あ、熱い。じゃあちょっとあのカラオケしてる間に、 ありがとうございました。カラオケしてる間にちょっとあのあれギフトをね読み損ねてたから読みます。ちょっと待ってね、どこから、待って、どこからこれあれどこからかな、これはるたんさん、はるたん見守り中さんがめっちゃ投げてくれてる、ありがとうございます。あ、こっからかな、もしかして違うな、もうちょっと先か、あれあれどこだ、ちょっと待ってね、ここだ、あ、ここら辺だ。ほのちゃん、くるみちゃん、ありがとうございます。あ、ここら辺、あれこれ読んだ、あ、これか、はしもっちゃん、くるみちゃん、ありがとうございます。みゆさんも、くるみちゃん、ありがとうございます。こう、あ、これ読んだ、こうさんとか読んだ、あ、こてっちゃん、あ、こっからだ、こてっちゃん、なんだったっけ、これこれなんだったっけ、待ってね、ハンちゃんズのこてっちゃんの音符だ。こてっちゃん、オープンありがとうございます。アルケさん、レイン、違う、ミラーボールありがとうございます。アルケさん、はるたメモリ中さん、音符いっぱいありがとうございます。めっちゃいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ投げてくれてる、ありがとうございます。あれ待って、どこ、これ、これは言った、あ、これか、あけみさん、シナモンありがとうございます。アリケさん、音符ありがとうございます。はるたんさん、はるたん見守り中さんも、音符ありがとうございます。いっぱいで、これは読みました。あ、これからだ、ちょっと待ってね、あ、何もなかった、よかった。チャカさん、チャカさん、音符ありがとうございます。はしもっちゃんも音符ありがとうございます。 RK さん、音符ありがとうございます。大くん、くるみちゃん、ありがとうございます。 RK さんと、はるた見守り中さん、このありがとうございます。音符、はるた見守り中さん、拍手ありがとうございます。ジロくんも、くるみちゃん、ありがとうございます。これ忘れてた、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ギフトは読み終わった。よいしょ、暑い、なんか。はい。もうちょっとかなぁと。ふぅ、ふぅ、そう、皆さんね、くらみちゃんいっぱいギフト投げてくれてありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、くらみちゃん、いっぱい、くるみちゃんの指輪とか欲しいですよね。なんかあるかな、何もないな今。あ、そう、これもあった。前これ書い、前のね、これあるんですけど、ここにもね、くるみちゃんも書いてるんですけど、似合う、これかなこれ書いてたんですけど、なかなか大きい。あんちゃんって歌を習ってたの。歌はなんかね、ミュージカルレッスンみたいなを前本当にあんま1ヶ月半、2ヶ月半ぐらいやってて、それで発声練習とかをやってます。ハリボーさん、くるみちゃん、ありがとうございます。くるみちゃん、ありがとうございます。くるみちゃん、あったから投げに来て、ありがとうございます。はい、ハリボーさん、ありがとうございます。くるみちゃんどこだ、あ、ツイッターのちゃんちゃかちゃん、おもろい、あれですよね、あの、はんちゃかちゃんの
あれでね、あのツイートで、あの通知来たらハンちゃんからだっていうね、やつを覚えてくれたら嬉しいです。大くん、くろみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、8時からニコ生配信があります。何するかな。あ、待って、これある、ちょっと待ってくださいね、本当にちょっと待って、ね、あった、これ、はい、これありました。これはピンなんですけど、なんかここにこうね、待ってね、よいしょ、あ、なんか変なことになった、これをこうしてこうつけるからこうなんですはい、ここでこうして、こうして、ちょっと待ってね、これをこうして、こうして、こうしたらいいんじゃないかな。オッケー、これでわかるかな。横から見たら変な感じ、前から見たら変だけど。よし、くらみちゃん、あ、違う、こっちだ。くらみちゃん、ありがとうございます。くらみちゃん、よし、ありがとうございます。耳折れてる、え、折れてる、本当？大丈夫？待ってね。こうしたらクロミちゃんの好きな感じが出るかな。はい。そう、これもね、まだ売ってるかわかんないけど、一緒にね、お揃いにして。これが耳折れてるよね。肩ついてるから。でもね、これ可愛いんですよね。はい。はい。なんか。そう、クロミちゃんリボンいっぱいついてるから可愛いんですよね。そう、これはほっぺが赤くなってるんですよ。そう、ここもこのね、これも赤くなってて可愛いなと思いました。なんかね、いっぱいクロミちゃんつけて写真撮りたいよね。スクリーン、これおかしいね。これはね、後ろにつけてればいいか。うん、ここら辺絆見えなかったらあれだよね。ここでいいかも。いいね。こんばんは、こんばんはこんばんは。もうちょっとしたら、あの、あれが始まるんですよ。あの、バッグ作るやつ。家庭科で、学校の話なんですけど、家庭科で、なんか、ナップザックを作るんですけど、花さんが選んでくれたので、それをね、作ります。また今度。待っててください、花さん。そう、家庭科で、家庭科の授業で、なんか、ね、ナップザックを作るんですけど、花、あの、いっぱい、なんていうの、種類があって、ここで何々が欲しいですっていうあれがあるんですけど、アンケートみたいなのあるんですけど、花さんに私がめっちゃ迷ってて決まらなかったので、なんかやっぱり憧れの先輩に決めてほしいな、いただきたいなと思って、ナップザックの柄を花さんに選んでもらったので、それをまた作って花さんに見せに行きたいと思います。見せに行きたいと思います。はい、楽しい。でも私ミシンが苦手なんですよ。前もエプロン作った時に
なんかあもうちょっとこれ付け足した方がいいなと思って、図工もそうなんですけど、変なの付け足したら変になるっていいのに、なんか付け足してしまうみたいな思います。どうしよう、あもうちょっと、あもういいや、ランキングを決めます。あ確かに花さんにプレゼント、花さん使ってくれるかな、わかんないけど、じゃあ13位から読ませていただきます。13位、クロちゃんありがとうございます。12位、宇佐田さん、宇佐田さんありがとうございます。見えないね。11位、大くんありがとうございます。10位、いや中山にあんたさんありがとうございます。9位ミニさんありがとうございます。8位こてっちゃんありがとうございます。7位大村さんありがとうございます。6位よしありがとうございます。5位ジルくんありがとうございます。4位橋本ちゃんありがとうございます。3位たか0925さんありがとうございます。2位はるたみもむり中さんありがとうございます。1位 RK さんありがとうございました。そう、晴れた見守り中さん、あのあれだよ、初見なのにね、いっぱい投げてくれてありがとうございました。いっぱい皆さんもね、ギフトとかくるみちゃんととかありがとうございました。晴れた見守り中さん、音符ありがとうございました。ありがとうございます。そう、みんなくるみちゃんね、本当にありがとうございます。じゃあね、縮小タイムをします。タイムいけるかな。おいしょ、下野さんが映らないんだよね。下野さん映るバージョンとか使ろうか。はい、じゃあやります。はい、じゃあ、OK かな。はい、大くんくるみちゃんありがとうございます。じゃあ下野さんが映る、いっぱい映るバージョンを撮ります。え、映るかな。OK かな。はい、では今何分、おお、あと5分か。皆さん、ね、ありがとうございました。いっぱい本当にギフトありがとうございました。次いつ配信するかわかんないんですけど、またツイッターとかでもお礼のやつはやります、やります。ありがとうございました。撮れました、よかった。半目だったら半目だったらどうしよう、大丈夫かな。 OK、 じゃあもう終わる。皆さんね、8時からね、見るもんね、私も見ますけど。はい、では皆さん、またツイッター上げます。では終わります。よし、 OK、 ではありがとうございました。バイ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 。あ、3、あ、5、4、3、2、1できます。54、3、2、1、バイバーイ。